タザリア王国物語。タザリア王国物語。タザリア王国物語は、鈴木久志、作、安住冬ふとめ、画の小説、ライトノベル。電撃文庫館。2010年1月現在で、第6巻、乱法の表しまで刊行。2016年11月より、小説家になろうに、続編の掲載のため、まず電撃文庫から刊行された全6巻分の、 内容を投稿中。諸勢力が攻めに合う架空の世界、バルダ大陸を物体として、運命に翻弄されながらも、懸命に生きる少年の姿を描いている。戦乱が続くバルダ大陸。その中で、タザリア王国は、比較的平穏を保っていた。孤児の少年ジグリッドは、十ヌミコと同じ顔をしていたため、騎士団長、グーバーに、 王宮へと連れて行かれ、ミコの影者として育てられることとなる。王宮には彼に辛く当たるものもあったが、国賊の陰謀を暴くほどの、その聡明さは、次第に認められる。ミコと共に学問を収め、ミコのように武術を学ぶ。ジグリットはミコにふさわしい成長を遂げていった。本物のミコ以上に、そして告げられる不気味な予言。その通りに、ジグリットは、ミコと入れ替わってしまう。 ミコは死に、ジグリットは、ミコと入れ替わってしまった。その賢さで周囲の皆を欺き続け、この絵体長フッツスに暴かれそうになりながらも、巧みにミコのふりをするジグリット。その頃、冬将の騎士、ファンダルタは苦悩していた。彼は、故郷の亡霊に苛まれていたのだ。それを、ミコ、ジグリットに救われた。彼は、ミコの正体が、ジグリットだと気づきジグリットこそが、 文の望む巫女だと感じる。そして、歴史の本流はその流れを緩めはしなかった。タザリア国王旧姓、巫女の正体に気づいていた王は、ジグリットに国の行く末を頼み子のよう去った。それと共に動き出す不審な影。ジグリットは何度も死角に襲われるが、冬城の騎士と共に有力貴族の野望を食い止める。タザリア王として即位したジグリットは、経済改革を開始するがそれは、 負担を求められた貴族たちの反感を買う。やがて起こった反乱を、見事鎮圧したジグリットであったが、ゲルシュタインから来たリネへの結婚話に困惑する。ゲルシュタインに征服され、囚われのみとなり、リネアに虐待を受けるジグリットだったが、公益承認ン残ンの手引きで脱出する。しかし、あくまでジグリットを諦めないリネアは、不死身の強戦士、 タジハッサを追手として差し向ける。タジハッサの追撃を逃れたジグリットは冬将の騎士と合流。タザリア奪還のためにナフタバンザ王国の山賊集団、アオレンゲに出身を隠して加入、頭角を表していく。タザリア王国物語は架空の世界、バルダ大陸を舞台としている。大陸の地勢は地名を参照。バルダ大陸にはかつて古代文明。 オグドアスが存在した。その崩壊後、約5000年間は、バルダに文明は存在せず、バスカニオンが、諸々に分散していた人々を一箇所に集めたことで、再び文明が生まれた。この物語の舞台はそれから約2000年後、小国が分立する、バルダ分裂国家時代である。バルダ大陸の人々はほぼ中世ヨーロッパのような、暮らしをしている。上流階級。 アルコンテスト仮想民の貧富の差は激しく、各国は貧民靴、スラムの問題を抱えている。フロージは冬でも夏用の薄い上着、チュニックの上に毛変、セーターを着るのが精一杯である。バルダ大陸ではバスカニオンが降臨したとされる年を起源とするせい、快歴が用いられている。一年は季節ごとに四つの月に分けられ、それぞれの月をと呼ぶ。 一月は九十一日だが、白見角月の最後の日と、紫赤月の最初の日の間には、どの月にも属さない日が一日ある。その日は数えない日、バードラと呼ばれ、バルダに暮らすすべての人々の祝日である。バルダ大陸では、現在の科学で、説明不能な物品は、魔道具と呼ばれ、エネルギー物質であるヒひずみ力石、コピアストーンと共に古代文明オグドアスの、 これらは主にウアッディス広告で産出しその管理下で採掘、取引が行われるため、ウアッディス広告の地位を不動のものとしている。魔道具には洗濯物の乾燥機や通信機などの平凡なものだけでなく、植物を自在に操るものや未来を予期するものなどの恐るべきものもある。ただし魔道具はどれも高価で庶民が手に入れられるものではない。 同種のものが他に存在しない、魔道具は、人種、レアと呼ばれ、その多くは、各国で国宝として、厳重に保管されている。魔道具には、検定員、アーラ、翼の門が押され、翼1から翼3のものは、一般人にも使用できるが、翼4から翼6のものは、魔道具使い、マグトゥールでなければ使いこなすことはできず、一般人の所持は禁じられている。 そのため翼4以上のものが市場に出回ることはない。陳種にはあらがなく、誰にでも使えるものもあれば魔道具使いでなければ扱えないものもある。魔道具使いとは、ウアリス広告の国家選定試験に合格した魔道具の専門家のことで古代言語を操り、最先端の科学に精通している。 試験に合格する者は4年に1人いるかいないかという程度と少なく、その力はどのようなことでもできると言われるほどである。魔道具使いは、ウアッリス広国の魔道具使い協会、マグトゥールギルドの取り決めのみに従い、魔道具使いを死刑に処することが許されているのは魔道具使い協会だけである。またどの国にも1人は専属の魔道具使いがおり、その圧戦は、 魔道具使い教会が行う古代文明オグドアス以来初めての文明をバルダ大陸にもたらしたとされる人物バスカニオンを神として崇拝する宗教がバスカニオン教である総本山はフランチェサイズ大聖堂でアルケナシ広国の首都フランチェサイズにあるここはバスカニオン降臨の地とされているバルダ大陸ではほぼすべての人間が バスカニオン教を多かれ少なかれ信奉している。そのため教団の力はバルダ大陸のどの国もかなわないほど強大で、その庇護下にあることで、アルケナシ公国は大陸一の大国となっている。その分、アルケナシ公国は教団の影響から逃れることはできず、首都における利権も次第に奪われ、教団の抑え込みに躍起になっている。この現状に対して、教団内部は、 教団権力の増長を進める強硬派とそれに懸念を示す恩恵派に二分されている。バルダ大陸は蝶ネクタイのような形をしており、中央のくびれた部分にタザリア王国がある。その東には、ボー君、デュランロス山脈、さらに東には、夜明けの歌、オーバード山脈が並行して南北走っている。これらの間の地溝は、 バルダの裂け目もしくはバルダ大陸の溝と呼ばれ、北部にナフタバンナ王国、南部にウアリス王国がある。オーバードサムやクイ島の広大な地域はほぼすべてアルケナシ王国の領土であり、パスハリッツァ草原一帯のみ、レーモン王国となっている。タザリアの北西には、ベトゥラ連邦共和国、西には、砂漠地帯にゲルシュタイン帝国、山岳地帯にアスキアがあり、 さらに西には、レニーク王国がある。これらの南には、呪われた滅びの地が広がっている。また、大陸付近には、ニクス諸島や、イーレクスなど、大小の島々が点在している。各地の詳細は以下を参照。ただしそこにない地域に関しては詳細不明である。バルダ大陸の中央部、ボークン、テュランノス山脈の西側にある、この物語の、 主な舞台となる国。首都は著座。政界歴1898年に、アルマンザ・タザリアによって建国された。建国以前のタザリア家は一貴族に過ぎなかったが、他の貴族を出し抜いて、以前の王家を退けた。以来、タザリア家は、他貴族にとって疎ましいものとなったが、建国から長らくタザリア王家の勢力は強大で、その頃はまだ全体を取りまとめる組織を持たなかった。 貴族が個別に立ち向かうことはできなかった。タザリア王家は、紋章が黒い炎でありそれゆえに黒き炎の一族と呼ばれる。その由来は、王家の司法である三つの魔道具の一つ、ニグレット・フランマ、黒木縁である。タザリア王国には王宮を守るこのエタイと軍を指揮する騎士団があり、騎士団は、炎帝騎士団と呼ばれている。騎士は、真空のこのエタインは、 暗緑色のがいい、マントを身につけているのが特徴であるが、ごく稀に着ていない者も,もいる。騎士とこのエタンインはあまり仲が良くない。幾度となく戦争が繰り返される。バルダ大陸において、クレートス・タザリア三世の治世の頃、タザリア王国は比較的平穏だったが、全く戦争がないわけではなかった。タザリアと他国の対立の詳細は年表を参照。 バルダ大陸の中部、ボーテン、デュランノス山脈と夜明けの歌、オーバード山脈に挟まれた地域の北部を占める国。山間部に山賊などの無報者が多い。タザリア王国やウア・ディス公国と、しばしば対立している。バルダ大陸の中部、ボーテン、デュランノス山脈と夜明けの歌、オーバード山脈に挟まれた地域の南部を占める国。首都はフェアーラ。 ウアッリス広告は二つの点で、バルダ大陸において重要であり、そこの出身者は、どの国でも交流される。一つ目の点は、学士員の存在である。学士員は、バルダ全土から、頭脳明晰なものが集まって、学問を収めるところで、バルダ大陸の知識人のほとんどはここを卒業している。また、ウアッリス広告の教育水準は、周辺諸国より上で、識字率も高く、 幼い子供でも簡単な計算ができる。二つ目の点は、魔道具と歪み力石コピアストーンを算出することである。他国ではこれらが発掘されることは、ほとんどなく、ウアッリス広告からの輸入に頼るほかない。そのため、ウアッリス広告が輸出にかける、高額の税による対立が後を絶たない。魔道具の専門家である、魔道具使い、 マグトゥールの認定を行うのは、ウアリス公国であり、魔道具使い協会、マグトゥールギルドもウアリス公国にある。バルダ大陸東部の国、タザリア王国の10倍ほどの領土を持ち、技術、文化の発達した大国。首都はフランチェサイズ。アルケナシ公国の繁栄は、大陸全土に神道を持つバスカニオン教によるもノデる。バスカニオン教の総本山を首都とすることで、 教団の絶大な権力、財力、技術力の恩恵を受けている。逆に教団も歩けなし広告を利用して影響力を強めており、他国に侵略されることのない歩けなし広告も、教団による内からの侵略に悩まされている。バルダ大陸東部、パスファリッツァ草原を領土とする国。首都はイムルヌ。国民は、ほとんどが遊牧民で、円外天幕。 テントに住み草染めの潮位、ローブを着ている。国の統治者は、王ではなく民朝、エルツファータと呼ばれる。バスカニオン教の頂点に立つ、少女神、コレゼオスはここで生まれるため、教団にとっては総本山のあるフランチェサイズより重で、ある。霊門王国の人々は、バスカニオン教の経験な信者で、宗教画が刺繍された織物を持ち終身前と出かける、前の礼拝を欠かさない。 バルダ大陸中部の砂漠地帯にある国。シュッとは、ナウゼン・バグラーン王家の紋章は、鎖サヘビ。西にある、山岳地帯の小国、アスキアに何度も侵攻したことがあるが、内紛などにより成功したことはない。バルダ大陸西北部にある国。正解歴2010年頃までは20以上ある、小国の集合だったが、シェードや、ノイモント家、ベプラ家の三貴族が、 分割統治するようになった。それぞれ、雪か、狐、カバの枝葉と太陽を家ンとし、ベトゥラ連邦共和国はそれらすべてを国旗とするため、国旗が常に三つ掲げられる。その独特な生態は内粉を起こりやすくしている。シグリット、正解歴2006年頃マイナスこの物語の主人公、サビ色の髪と瞳を持つ少年。 タザリア王国のエスタークという町の孤事で仲間と一緒に盗み、主にスリやカかっぱらいをして生計を立てていた。しかし十歳の時、二千十六年騎士団長、グーバーと出会い、十ヌミコとウリフつであるため王宮へと連れて行かれ、ミコの影武者となる。その時風で声が出なかったため王宮の人々には話ができないと勘違いされたが、告げ口しないと思わせることで情報を得やすく。 敵意を抱かれにくいことなどにより、いのでないふりを続けた。そのため黒板に字を書いて会話するようになった。ジューヌが出陣した2020年のウアギスとの戦争において、仲間のいないところでジューヌを助けられずに戦死させ、影武者の責任を果たせなかったため、王宮での自分の居場所を失うことを恐れた。ジグリットは、巫女になりすまし死んだのは自分であることにした。こうして、ジグリットは、 ジュうと入れ替わったが、皮肉にも、その結果ジグリットとしての親しい者との絆を失うこととなった。ジグリットがうまくジュうのふりをしたため、声が出せないと思われていることもあって、入れ替わりに気づいた者は、ごくわずかしかおらず、入れ替わりが明らかにならないまま2021年には、ジュうぬ巫女として、王位を継承。かつての自分のような、貧しい人々を助けることを目指す。しかし、 貴族の反乱による、混乱の後、隙をついたゲルシュタイン帝国に攻め入られ、王都は陥落、多くの兵や民が虐殺され、グーバーラも裏切り者のフッツとの死闘で殺され、自分もゲルシュタインに連れ去られ、リネアにより片足を切断される。その後、公益承認ン残村の手引きにより脱出。リネアの放った追手である不死見の郷を戦し、タジハッサをその知略でかろうじて退ける。 タスティンの母、ラシーヌの庇護のもとで回復した後に冬将の騎士とナフタバンナ王国で再会、義族、アオレンゲの一員となりタザリア奪還のための行動を開始する。頭が良くて危険が利き、国賊の陰謀を暴いたこともある。王の子女の教育係であるマネスラーも、学問の才能を認めていた。騎士並みに、武術や馬術の腕も、よく勇敢だが、 敵の屋敷に一人で忍び込もうとするなど無謀なところもある。ジグリットの才能は苦しい孤児の暮らしを通して培われたものと考えられ、影武者として巫女と同様の教育を受けることで開花した。なお、各巻の冒頭には、ジグリットが後に表したと思われる回顧録からの引用があるが、その著者名はジグリット・バルディフとなっている。ジアン・タザイリア。 世界歴2007年から2020年タザリアを、クレートス・タザリア三世の巫女、ケイズ三章。母エスナ・タザリアは、ベトゥラ連邦共和国のシェードや出身。他の王族と同様にサビ色の髪と瞳を持つ。双子かと思えるほど、ジグリットによく似ているが、性格は全く異なり、引っ込み事案が上を病である。その上姉のリネア王女が暗殺の危険を信じ込ませ、続けたため、 ますます打ち気になり、自室に引きこもって滅多に出てこなくなってしまった。この絵隊長フッツが巨弱、貧弱、軟弱と三拍子揃っているというほどである。あまり頭が良くなく、怖がって稽古をしなくなったので武術の腕も良くない。2020年の戦争の際、腹違いの2位、タスティンが戦死したため援軍の司令官として13歳で、出陣。 戦場の悲惨な様子におじけづいたことが原因で、崖から落ち、木に引っかかって助かった者の,の敵兵に見つかり、殺されてしまう。それ以降は、ジグリッドが、ジューヌと入れ替わり、ジューヌはジグリッドとして葬られた。リーネタザイリア、正解歴2004年代、タザリア王クレートスタザリア三世の巫女。母は、エスナタザリア王妃。ケイズ三将。サビ色の長い髪をした。 容姿鍛麗な美少女で、王族にふさわしい知性と誇りを持ち不王を心から尊敬している。しかし、わがままかつ気分屋で教育係のマネスラーの授業の最中でも、自分のしたいことしかせず、傲慢であるため自分の家族でさえも、弟中では情けないほどち気だから、兄、タスティンは諸子だから、母エスナは、リネアにとって大したことのない田舎貴族の、 出身だからという理由で波している。さらに問題なのはジグリットへの盲襲的な執着と、荒烈ないじめである。リネアの大抵の行動と同じく退屈を紛らわすこともその目的の一つだが、ジグリットの死を知らされた彼女が、ショックで寝込んでしまったことからもわかるように、本人の意図しないジグリットへの行為の裏返し、ツンデレという面もある。そのため、ジグリットと親しくしている女性は、 彼女の反感を買って、同様の仕打ちを受けることがあり、彼女の次女の手間じは、腰の骨を折る、大怪我を負わされ、半身不随となり、故郷へ返されることにな。2018年には、ジグリットの逃げ場をなくすため、新たな次女のアウラに、ジグリットの仲間の家に放火させている。ジグリットが十ヌミコと入れ替わったことにいち早く、気づいたが、そのままにしておいた方が面白いと考えて、 アウラ以外には知らせず、それ以降ジグリッドには、本物のジューヌーミコ以上に、優拐している。リネアの陰湿な行為には気分を害する読者も、多いようだが、物語上重要な人物でありファンも多い。クレイトス・タザイリア EE、正イ解歴1980年頃から2021年、第三代タザリア王国国王、在位1981年から2021年。 戦王バランカスの子、ケイズ三将。温厚な人物であり、戦争を嫌ったためその頃のタザリアは、あまり戦争をしないで済んだと言える。王でありながら服装は質素で、家臣とも親しく特に騎士長グーバーとは、親友とも言える間柄ある。息子ジューヌの影武者であるジグリットのことを、実の息子のように思い、国賊の陰謀を暴いて、国の危機を救った彼を、ジューヌの騎士。 と呼んでいた。逆に軟弱な十ヌには手を焼いていて、ジグリッドが我が子ではないことを思い悩む。2021年に急な病により死去。実は、ジグリッドが十ヌと入れ替わったことに気づいており、王家の血を時代に伝えることを重視していたものの、信頼できる血のつながらない息子に国の行く末を任せた。バンドルタ、正界歴1999年代 タザリア王国の騎士。黒い髪に黒い目で、黒の上着、チュニックと、貝、ズボンの上に、漆黒の鎖か扉や、板金鎧を着、さらに黒天のがいい、マントを身につけるという黒ずくめの格好をすることが多く、黒木狼と呼ばれることもある。気真面目で、主君に忠実。基本的に、不愛想で冷徹な男だが、親しい者にだけは、優しさを見せる。はじめは、 身分の低いジグリッドが十ヌミコの影武者になることに反対していたが次第に互いを認め信頼するようになった。ファンダルタはタザリア最強の騎士である。若くしてその頭角を表し2016年にはたった一人で敵一個大隊を壊滅させ17歳の若さで冬将の騎士の称号を与えられた。この称号は 歴史上最もタザリア王国に尽くしたと認められた騎士に与えられるものであり、ここ50年は名乗ることを許されるものがなかった。またタザリアで騎士が称号を受けるのは、騎士長グーバーが16年前にアラシオの騎士という称号を受けて、以来のことで当時タザリアの騎士で称号を持つものはファンダルタとグーバーの二人家だった。故郷の村がゲルシュタイン兵に滅ぼされた時に、 自分は村を離れていたため、そのことを後悔していた。2020年に村があった場所に近いジリストリデに派遣されると、村人の亡霊たちに悩まされるように、さらにジグリッドの死を聞いて完全に打ちひしがれていた。そんな彼を救ったのは、ミコと入れ替わっていたジグリッドであり、ファンダルタはその時にミコの正体に気づくこととな。 以来ジグリットを巫女にふさわしいと感じ、支えるようになる。ゲルシュタインによる、タザリア信仰後は、ナフタバンナ王国に身を寄せていたが、ジグリットとの再会後、タザリア奪還のため彼と共にイギ族、アオレンゲに加入する。アンブロジアーナ、正解歴2006年代、バスカニオン教の頂点に立つ、少女神、コレテオス、在位2011年代。 好奇心と冒険心の強い快活で奔放な少女で、次女から逃げて、しばしば暗図の木に登って隠れていたこともある。主にそんな彼女をなだめすかして言うことを聞かせるとき、フランチェサイズ大聖堂で働く者の多くは、彼女のことを姫様、ひい様と呼ぶ。アンブロシアーナは、他の少女神と同じくレイモーオン王国の出身で、5歳の時、2011年に少女神となって、 フランチェサイズに連れて来られた。家族とは引き離され、大聖堂で働く人々は常に彼女と接する距離に気を配り、友人と呼べる人間はいなかった。しかし十四歳の時、二千二十年、繁栄の儀、プロスフェストムに出席するために、フンチェサイズを訪れていたジグリットと出会う。二人は強く惹かれ、会うが、ジグリットは遠く、タザりアへ帰らないわけにはいかなかった。 そして十五歳の時、二千二十一年には自由とは、無縁の生活にや気けがさして、こっそり外出し、南風武当座、エウロスで一番人気の踊り子、ナターシュと出会った。友人となった彼女たちはしばしば一緒に、街へ出かけるようになる。一時、ナターシュと共に国を離れるが、第五巻の時点では帰国している。その際に十ヌの魂を救済するために、 少女神としての力を喪失してしまった。なたし、政界歴2008年頃、マイナス歩けなし広告にあるハエブトウザ、エウロスで、最も人気のある踊り子。褐色の髪と肌が、特徴的。2021年には、首都フランチェサイズの庶民で、彼女の名を知らない者はいないと言われるほどになった。元は、タザリア王国のエスタークという町の古事で、ジグリットを、 はじめ仲間と一緒に暮らしていた。ジグリットが王宮へ連れて行かれ、ミコの影武者となってから2年後、2018年、リネア王女のジジョアウラがナターシたちの家に放火し、仲間は全員死んでしまった。ナターシ自身は近所に住む友女、バルメトラに助けられたものの、顔の右半分に大やけどを追い生死の境を彷よた。その後2019年に、バルメトラと共にフランチェサイズに移って、 バルメトラの作ったハイブ東座の踊り子となり、火傷の跡を隠すため、右半面を覆う仮面をつけるようになった。アウラが放火したのはリネアが、ジグリットの帰る場所をなくそうとしたからだが、羊を隠したいジグリットからの命令だという嘘を火を放つ際に、アウラが言ったため、それ以来、ナターシは、ジグリットへの像を抱くようになった。ゲルシュタインに赴いてからは、リネアの関係により、 ふっつのもとで戦士としての訓練を重ねている。タザリア王国の王宮で働く人々。タザリア王国のエスタークという町で、ジグリットやナターシと一緒に暮らしていた身寄りのない子供たち。ジグリットとナターシのの他に、テトス、マロシュ、ギーブ、ベルウッドの4人。年齢は、正解歴2016年の時点で順に9歳、9歳、6歳、5歳。当時ジグリットは10歳。 ナタアシは8歳。以前は、ジグリットより、年上の仲間もいたが、タザリアでは12歳以上は志願すれば、兵役につけるので皆が兵士となり、2016年には、一緒に暮らしていない。彼らは、貧民靴、スラムの一角にある、朽ちかけた、木造4階建ての建物に住み、盗み、主にスリーやかっぱらいをして、日々の糧を得ていた。2018年に、 リネア王女のクワてにより、アウラがギーブとベルウッドを刺し殺し、テトスとマローシュはアウラの放った火に巻かれて焼け死んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。